さん近くで見ていかがですか。すげえ。綺麗。ありがとうございます。すごい人がいるから。そうすごいですよ。女の子だらけですね。そして今日の、はい、お衣装もまた。ありがとうございます。素敵ですよね。ありがとうございます。ポイントはどう。ポイントはこのネオンのカラーですかね。うん、やっぱりこう夏結構ネオンカラー注目しているので、はい、最近こういう明るい色のものを買うことが多いです。はい、はい、私ちょっと横にいるとドキドキしてしまうんですけれどもね、横からの皆さん。はい、さあ、それでは、はい、ちょっと落ち着いてお書きいただいてお話を伺っていきたいと思いますが、さあ、道崎さん、今回のネオジジプロジェクトなんですけれども、はい、プレミアムビューティースタジオと題して、美に関するさまざまなセミナーを開催したんですね。はい、どうでしょう、美について日頃から気をつけてらっしゃることはありますか。私は基本的に毎日早寝早起きですね。お、何時ぐらいですか。10時とかにはもう眠くなっちゃうんで、今すごく眠くなってきてます。もうそろそろ消灯の時間。もうそろそろ消灯の時間ね。で、結構もう朝5時半と6時には起きてるので。早いですね。朝早く起きたら何か必ずするようにしてますね。プール行って泳いだり、まあ運動でも何でも、ストレッチでも半身浴でも何でもいいんですけど、朝何かを必ずすることを心がけてます。すごい、ね、毎日規則正しく。そうですね、勝手に目が覚めちゃうんで。もう大体こうお昼ぐらいからなので、お仕事が、はい、なんでどうせ時間もあるしっていう、朝活を